さて前回の動画の続きなんですけど、あれこれじゃねえな。まあシチュエーションバースタイルということで、ラバージグとグラブ、まあ温故知新というか、まあ昭和のセッティングで煮詰めていったわけなんですけど、グラブはいいと思う。ただジグが良くない。そう、ジグが良くない話はずっとしてた。こういうシャローカバーにも攻められて、置き湯を攻められて、トントンっていうヒノノキトンもできて、巻いてくるスイムジグもできてみたいな、シャロー、ディープ、クリア、マッチまでできるものないですかと。じゃあジグだよねっていう話はしたけど、結局ジグだと置きがきつくなってくるよね。でじゃあガードがついてないような、もしくはガードがついても、薄いガードをつけてるようなフットボールジグとか、ああいうのだったらどうなんですか、こんなとこ攻められんやんってね、なるわけですよ。じゃあシャットテール単体はどうなんですか、沖まで飛ばないじゃないですか、ディープまで攻められないじゃないですか、ネイルディグ入れたら限度がある、せいぜい 0.9、1.3、1.8、2.3g のネイル進化を入れられるシャットテールって結構でかくなっちゃうじゃんっていう。ジグだったら 5g、7g、9g 全然いけるじゃん。だからまあそのウェイト幅の広さも考えたら、やっぱり脳進化もしくはネイルリグっていう選択肢も微妙になってくる。じゃあどうしようかっていう話をずっとしてるんですけど、僕はもうすでに当たりをつけておりました。本当はこれをずっと言いたくて来てたんですけど、パッケージは持ってきてないから、まあ順番ということで、ようやくこいつの出番がやってきました。何かテレトリー、はい、わかりますか、これスモラバ、いやリーダーレスダウンショット、はい、ファクトのスタビルです。いやまたファクトかよと思われた皆様、僕も思いました。だからなんか似たようなのねえかなって思って探したんです。またファクトかよ、ファクト信者かよってなっちゃうから、それちょっとなんか嫌だなと思ってなんかそんなつもりじゃないからさみたいな、だから探したんですけど結論ない、スタビルが唯一無二ということで、ファクトのスタビル、スモラバのヘッドにリーダーレスダウンショットがついた、まあ異形のニューコンセプトルアーですね。こちらにグラブをつけると、まあ、何つけてもいいんだけど、とりあえずグラブつける、これが僕の中で多分一番いいっていうか、もう使ってます一応ね、俺は動画前に使ってみて、あ、いや思ったほどじゃねえなってやつは大体ボツにしてるんで結構ね、いろんなルアーを使ってはいるんですけど、あんま良くねえなって思ったやつは大体ボツにしてます、あの動画にしてません。まあ人からもらったやつとかはね、結構判定緩めでやったりするんですけど、自分で買ったやつはもういいのしか言わない、いいと思ったものね。いいかどうか絶対的な評価基準がないのであれなんですが、僕の動画である以上、僕の感性がこの世の正義なので僕の感性的にいいと思ったものが出ると。でもスタビルはちょっと使ってるんですけど、いやいいですよ。何がいいのか、正直これが出たの2021年、2年ぐらい前です。出た当初にどうですかスタビルみたいな話もあったんですけど、正直鼻で笑ってました何じゃこりゃって、これならスモラバでいいやんけと、これならリーダーレスダウンショットいいやんけど、欲張りすかーいみたいな、こんなんどこで使うんねーんってね、めっちゃ思った。すまんかった、今やってる俺がこのシチュエーションバーサタイルみたいなことをやってなかったら一生これたどり着かなかったと思うけど、たどり着きました今回で。確かにこのスモラバとリーダーレスダウンショットの融合みたいな、こんなルアーねどこで使うんやって思うじゃん。だから僕は結構こういう状況ではこういうルアーがっていうのをきちっとやりたがる人なので、それが分かりづらいルアーをあんま好きじゃないんですよね。スタビルなんかまさにそう、どこに立つんこんなんってなるじゃん。多分そういう視点で見たらスタビルは確かに際物なんだけど、僕が最近やってるこのとにかく一発目に投入するポイントマンみたいなやつ、どんな状況でも的なポジションのルアーとしてはこのスタビルはめちゃくちゃいい。どこに出すんかじゃない、どこでも出すっていう、で話をすると、いわゆるこれねジョイントラバージグみたいな、このヘッドが誘導式のラバージグ、これはね結構あるんだけど、いまいち市民権を得てないと思うんですよ。理由はまあいくつかあると思うんですが、まあ一つはこの誘導式だから良くない、あのヘッドフックが一体型になってて、それにつけてるワームも連動して一つの個体として動いてくれる。これはすなわちフラッピンとかするときにうちわを仰ぐようにしっかりとワームが動いてくれる、そういう側面があるんですが、ジョイントだとヘッドとワームが分離しちゃうよね。分離しちゃうから人間が動かさなかったらトンフラーフラーフラーみたいな感じで勝手にワームが動いてくれる要素あるかもしれないけど、ジグみたいにバッバッバッって動かした時に一体型じゃないから水を流しがち、内側でこうブワッブワッって編むんじゃなくてジグが引っ張られるというか姿勢が逃げちゃうよね、ワームの姿勢が。
一体型になったらこのヘッドの動きに連動してワームが動いてくれるから、この仰ぎアクションみたいなのが出るんだけど、ジョイントだとこのワームが勝手に動いちゃうから一番抵抗の少ないこの方向に逃げちゃうよね。だからアクションが弱くなっちゃうとかあるし、フッキングした時にアイの位置とか針の関係でラバージグって針先がベカって起きやすいよね。ベカって起きるから、あの上顎の硬いところにパツって刺さると。それがすごく得意なのがジグなんだけど、ジョイントだとフックが分離してるから引っ張っても針が起きないよね。しかもついてる針がオフセットだから針が立ってないからよりかからない。刺すことはできるけど口の横に刺さったりとか下に刺さったりとかしやすくなっちゃうから、そのジグの良さが、まあ、いろんなところで消えちゃうんよね。っていう意味でジョイント式のラバージグって針が交換できるとかね、そういう利点はあるんだけど、まあジグじゃないよね、ジグじゃないんだよ、ジグの良さなくなっちゃってんじゃんっていうのがあって、いまいち市民権が得られないんですが、その姿勢の不安定さをこのスタビルはリーダーレスダウンショット式のシンカーを取り付けることによってある程度解決してる。まあジグほどではない、立つわけじゃないけど、リーダーレスダウンショットだから低重心になってこのシンカーで起こしやすくなる、連動してね、っていうのが一つと、まあ当然スイミングで使うのはワーム次第だけど、スイミングで使うこともできる。その時にこのリーダーレスダウンショットが安定剤、姿勢を安定させる要素になるんで、ぐるん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 回ったりもしないし、かつこのグラブとかはそうなんだけど、横に引く、縦に引く、引く動きにはいいけど、シェイクするアクションにはさほど効果があるわけじゃないが、まあそれはジグもそうなんですけど、このジョイント式のラバージグっていうのはヘッド部分が分離してるんで、このシェイクした時に動くのはヘッドなんですよ。でこの動く物体がちっちゃくてコンパクトで短いものほど細かく動く。ジグはヘッドからフックまでが一体型で、フックからそのワームまで全部一体になってるから、実はシェイクのアクションはさほど良くないんですよ。動かないからルアー全体が。だからフラッピンみたいなボッ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 、これが良くなってくる一方でシェイクが良くないっていう方向になってしまう。けどジョイント式はヘッドとワームが分離してるから、シェイクした時にヘッドだけがこう動く。でシェイクの動きをヘッドで活かして、このストロークの動きをルアー全体で活かす。唯一フラッピンはもうさすがにこうジョイントだから抜けちゃうんで、そういう強さはないんだけど、まあそこは犠牲にしてでもメリットあるかなと。でオフセットも交換しようと思えば交換できるし、インカーもスタビルは交換しようと思えば交換できます。で形としてはね、なんかフットボールヘッドとかああいう形に似てるけど、で俺もそれで代用できないかなと思って実はいろいろやってたんですけど、結論できない。理由はこのリーダーレスダウンショットをつけるような形になってないが一つと、このヘッドのスタビルのね、このシンカーじゃない方、このリーダーレスダウンショット、シンカーじゃないこのヘッドの部分、糸をつけてる方向、針がついてる方向、このヘッドが非常に軽い素材です。低比重合金みたいなのになってるので、実はここね重さがあんまりないんですよ。まあ沈むけどね。だから普通のフットボールヘッドとかっていうのはここにウエイトがあるわけでしょ、この糸結んでるところに。だからここが下がっちゃう、ね、リーダーレスダウンショットとジョイント式のラバージグだったらリーダーレスダウンショットの方が多分引っかかんないんです。引っかかんないんだけど、それでも引っかかるが、これはスタビルは何だろう、低比重のヘッドとリーダーレスのダウンショットとってウェイトが2箇所に分散されてるんで、リーダーレスダウンショットより引っかからないような気がするテキサスリグとノーシンカーを比べた時にテキサスの方が引っかかるよねって、まあ、シンカーが引っかかる場合ってウェイトが1箇所に寄ってるから引っかかるんよね。だからヘッドが引っかかる、シンカーが引っかかる現象が起こる。逆にノーシンカーってどんなに高比重のアーム使っても引っかかんないじゃん、それはウエイト分散してるからだと僕は思ってます。だから同じ重さでもウエイトが集中してるやつと分散してるやつだったら、分散してるやつの方が引っかかるか引っかからないかで言えば引っかからないと思います。でスタビルは普通のリーダーレスダウンショットとか普通のジョイントラバージグとかと違って2箇所に分散してるんで、実はこれ結構引っかからない、結構引っかからないんです。これがねジグより引っかからない、少なくとも。で普通のリーダーレスダウンショットと違ってヘッド部分のこのスモラバ部分がシェイクのアクションをしっかり出してくれるんで、いいとこ取りやんと思ってね。でこのキーのところギャップジグだとめちゃくちゃ引っかかるからもう上っ面を巻いて引いてくることしかしなかったんだけど、さあ検証してみましょう。このヤバいキー、ヤバいキーがあるんですよ。ここ枝ぶりがヤバいね。まあもちろん丁寧に引かなきゃ
いけないかもしれないけど、キャップジグやったら丁寧に引いても引っかかってましたからね。抜けるね。多分そこの水中にはこの木みたいな、あ、ガッサーなってる枝があるでしょ。ああいう枝がね、わんさかあると思うんですよ。ああいう枝があそこに入ってると思う。キャップジグだとね、どっかしら引っかかるよね。なんか前動画にしたんかな、カットしたんかな、わかんないけど、したようなしてないような、なんかめっちゃ引っかかってたんよ。抜けてきました。強すぎるスタビル。普通のジョイントラバージグでもいいかもしれないけど、ジョイントラバージグだと姿勢が安定しないから使いづらい。まあ使いづらいっていうか、そのジグ的要素が低い尾根があったんですよ。それをシンカーで、まあリーダーレスダウンショット的なシンカーでやってる。考えてみればこれめっちゃ良くねってなったのが始まりで、とりあえずギャップジグ出してからこの話しようかなって思ったんだけど、で針の大きさとかシンカーの上とかも変えようと思えば変えられるし、ワームを変えれば特性も大きく変わる。ホック系のワームを使えば、まあこういう内系に強くなるし、シャットテールとかグラブとかを使えば泳がせも良くなるし、それはジグでも一緒じゃんって思うかもしれないけど、ジグはジグないよ。ジグにプラストレーラーになっちゃう。だからある程度シャットテールとかグラブとかホック系とかで使用感は変わるんだけど、形としてジグの形が崩れないから、それが大きく変わることがあんまないんですけど、スタビルはね、あくまでもワームが主体ですからねって言ってた。実際ワーム主体やと思う。結局ヘッドとワームが分離してるから、ジョイントラバージグで、そらワームの特性は出てくるわなっていう。それでいてこの引っかかりづらさ、これ素晴らしいな。これに気づく、この素晴らしさに気づくのに2年かかった。キャップジグはこういうところでちょっと入れてフォン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 って使うもんです。さらにこれリーダーレスダウンショット的な側面があるんで、フォールが綺麗に落ちる。ラバージグとかだとこうカーブフォール気味に落ちるものが多いじゃないですか。ストーンってまっすぐ落ちるんで、まあ、深いところもやりやすいし、あとなんだ、足際とかできっちり入れやすいしって考えたらやばくねえな。それを今まで使ってきてめっちゃいいよこれってなったから今動画にしてるんだけど、最後の検証、フッキング。まあフッキングはね、普通の時は別にどうでもいいんですよ、普通に来るから。今日ガード付きのジグだと乗らない、当たりが多発してる今のこの状況で、スタビルは果たしてフッキングするのか。これで、まあ、フッキングするのであればもう完全ギャップジグ超えだし、まあこういう用途ね、こういう用途なら、ね、あくまでいつも言ってるけど適材適所です。適材適所をしないこの用途ね、まあだからそのフッキング面では特に遠距離だったらガード付きのジグよりいいよねって話になる。まあそこまでいかなくても同じぐらいやなら、あ、ジグと同じぐらいだなってなるので、その辺の検証、いいタイミングやね、まさにいいタイミングでございます。このタイミングで、でも食わねえんだよな。そもそもあとはそのフッキング検証です。厳しい時のフッキング検証、ショートバイトが多発するこの状況で、果たしてスタビルは魚をかけてきてくれるんでしょうか。このワームがフリーな分より食いやすいのか、それともフリーだから針先のその立ちづらさがあってかからないのか、どっちに転ぶかがちょっとわからないんです、これに関しては。なのでそこを検証したいですね。期待してますよ。ただまあそのフッキング以外の分、まあハイシーズンとかやったらもうそれこそ関係ないから、正直ハイシーズンだったらもうこれでかなりいけるね。シチュエーションバーサタイルがドンズも合わせていくんなら、他に適材適所のルアーを合わせていく。ただもう最初の特攻隊長としてはこれほどバランス取れたやつはないなってなった。なんか他で代用できないかなと俺はいろいろ探したいんですけど、ないです。結論、スタビルがあの形唯一無二。スタビルは低比重合金のヘッド部分が本体だから、あのシンカーとかフックはつけなくていい。まあシンカーもね、専用設計したらしいけど、あれつけなくていいから、なんか黒い低比重の部分だけ売ってくんねえかなってめっちゃ思ってるわ。3個入りで1000円とかで、それで売ってくれよって思うんだけど、スタビルヘッドって。スタビルのね、動画とかブログとかインプレ動画、インプレとか探したけど全然なかったわ。本当になかった。ちょっとスタビル使ってみたぜぐらいの動画あるけど、マジでない。いや、もう2年前の俺と同じように、何これって思ったんだろうね、みんな。思ったまんま使ってないんだと思う。
俺もこの機会この辺のシチュエーションバーサスタイルとかいうわけわからんことしてない限りはな、これに目をつけることはなかったかもしれない。これさ、ちょっとシンカーをさ、これ 3.5 グラムなんですけど、シンカーをもうちょっと重くしたいですね。沖の深いところだから。で、ちょっと考えて、もう今回試すのは初めてなんですけど、ちょっと考えてたのが、この専用設計とは言いつつも、普通のタングステンダウンショットシンカーじゃなくて、これ、まあ、自作なんですが、チェリーリグ用の、ちょっと長えな、まあいいか。チェリーリグ用のウェイト用っていうかチェリーリグ風か風のウェイトですね。はい、これやったらもっと引っかからんちゃうんかなっていう、スタビルチェリーリグです。はい、この形状えげつないのでは、もっと引っかからんです。これでもまあチェリーのその死後感が出るのかな。まあでもフリーリグでも出るから出るんじゃね。で 3.5 から 5g にウェイトアップ、ウェイより飛ぶようになった。でちょっとボトムをトントントン、ヒノノキトンですね。あー、やりやすくなったわ。普通のチェリーリグとかフリーチェリーリグとかいろいろやったけど、スタビルチェリーでだな、スタビルチェリーだぜ。まあ、フリーリグはまたアクションが別なんだけどさ、ちょっと一旦この、まあ、ウェイトアップしたこともあるんですが、チェリー形状になったから根掛かりがどうかなっていう、ウェイトアップで引っかかりやすくなったけどチェリーで引っかかりづらくなってるのかな、それとも専用のシンカーがそのままいいのかなみたいな、ありますゆえ、ちょっとまたこの水中の見えないゴッサーカバーに入れていきましょう。いや抜けるな、抜け方がさっきよりもいい感じで抜けてるわ。やはりチェリーか、重たいウエイトなのにスコッて抜ける。チェリー強いな、完全無敵かもしれない無敵かもしれない。シャロー系のカバーに対しては、あとこれリップラップ系は特に強いと思うわ。特に強いっていうか他のやつだと普通に引っかかるんだけど、チェリーには引っかからんかもしれないという期待感ですね。よし、じゃあ魚釣り行こうか、最後の検証。あ、食った。あれなんでショートバイツかジグと同じか。まあでも、まあ巻くのはちょっときついっていう話はジグの時でもしたからね。あ、食った。あら抜けた。マジ？こんなとこいたの？あれ？さっきいなかったんだけどな。あ、食った。あの人。いや、何これ。フッキングする前に話すやん。やば。これでワーム系の釣り無理だな。フッキングがどうのこうのとかいう話次元じゃないぞこれ。なんかちょっとこうラバーを引っ張ってるぐらいの、それで終わってんな。そもそも口の中に針入ってないだろこれ。今日こそハードルはパワーが生かされる日ですね。やべ、こういう状況になったらクランクベイトが欲しくなってくるな。クランクバイブ。あ、違うんか、当たりかと思った。うん、違うの？やべえバイブレーション使いてえ、きちい。こんな状況になったらワームきつすぎるやろ。あ、これは食ったな。あー、でも離したか、離したねどないすんねんこれ。あ、なんかいた。なんかいたんだけどな。
そもそもルアーに反応する魚が全然おらん。どうしよう。どうしよう。どうしよう。あ、食った。あ、来た。てい。あれ。あれ。うわ、あんなところで、あんなところでボイル動く。そういう魚いいの？なんでこんな食わないんだよ、じゃあ。まだおるかな。おらんや。消えたが。あ、来た。よし。よーし。シャローに上がってきた魚。よしよしよし。どこにかかってんの君。こんなところにかかってるんだけど。何君、どういうところにかかってんだよ。ヘッドに食ってるね、これほら。ヘッドに食ってるのが、針はエラにかかった。はい。やっと乗った。いや、やっと乗ったよ。なんだよ、これ。まあ、ジョイントラバージグの悪いところが存分に出てますね。いくらリーダーレスダウンショット形状で安定させてるとはいえ限度がある、まあ、この辺がやっぱりねジョイントジグの、まあ、マイナス要素というかまだジグの方がいいよな。フッキングに関してはね。そうなんだよな。使用感は素晴らしかったんやけどな。フッキング性能が思った以上に、まあ思った通りやな。言うてしジョイントジグやしなーっていう範疇だと。はい、ということで終わろう。スタビル使用感はちょっと使ってみて、うわめっちゃいいやんってなったんで、まあ、想像以上に良かったのでこれは素晴らしいと思ったんですけど、フッキングに関しては想像通りですね。いやまあ期待値よりは低いんだけど、まあ言うて所詮ジョイントジグヘッドかみたいな、ジョイントラバージグかと。ジョイントラバージグのフッキングの悪さというか、ヘッドとフックと一体型になって普通のラバージグのフッキング性能の高さに対してやっぱり一歩譲る部分があるから、どうしてもジグの良さっていうのは消えるよねっていう話はしたっけ、覚えてないけど。したような気がするけど、それをウェイトである程度補う、特にそのワームの姿勢とか操作性の部分は補えてるかもしれないけど、フッキングはさほどかな。結局ヘッドを食ってきた魚、まあ、さっき最後釣れた魚とかそうだけど、ヘッド多分食ってきてるんだよね、こういう風に。でこの状態でフッキングしたら普通のジグだったら結構かかるんだけど、あのヘッドの部分とフックが一体化してるからね。でもこのジョイントはね、ヘッドを食われたらさ、針の位置ってどうなるか分かんないからさ、ここでフッキングしてもスポーンって、多分スポンスポン抜けてるのはそういうことなんじゃねえかなと思ってるんですけど、ワーム部分に食ってないような気がする。まさかの、まあ、ちゃんと食えば多分ちゃんと乗るとは思うんですよ。で口の中でリーダーレスダウンショットのウェイトがこう針をある程度起こす作業をしてくれるんじゃねえかなとは思ったんですが、あ、うね、だって尻尾食いちぎられてないもんね、一個も。だから尻尾かじってるとかじゃないんだもん、多分ヘッドかじってんだと思う。で全然乗らないっていう。そうか、まあジョイント系のジグヘッドの悪いところが出た感じですね。で普段やったら多分そんな問題になってないと思うんだけど、今年一番の寒波があっていうか、まあすごい冷え込みがバッて入ってきて、多分3日目ぐらいなのよね。でこういう浅い、まあ減衰してるからだけど、浅くて狭い野池はゴンって水温下がっちゃうから、バスの活性もゴンって下がっちゃう、特にちっちゃい魚ほど下がっちゃうので、すごいショートバイトっていうのが多発した。こんな状況でジョイントジグヘッドは乗らないということです。普通のラバージグガード付きならまあギリギリ、それでもかなりミスるけど、ここでもう魚釣ろうと思ったらノーガードのフットボールか、多分メタルバイブとかバイブレーションみたいな、ああいうトレブルフック系のフラグかっていう世界になってくると、もう多分触れるだけとかついばむだけになっちゃってるから、そら無理か。オールシチュエーション対応型といっても
やっぱり普通の状況であることが前提かな。ここまで際立ったタイミングだったらきついです。でもこれはもう諦めた方がいいかもしれない。これまで対応しようと思ったらなんか他を結構犠牲にしちゃうから、やっぱ一個で何でもは無理ですね。何でもは無理だ。手放し賞賛できねー。手放し賞賛できると思ったのに、先週これをやっとけばな、先週これをやっとけばもっと大絶賛してたと思うけど、まずギャップ授業やろうと思ってやったのがミスやったな。これ出しとけばよかったな。機材適所は大事ということですね。でもかなり対応幅は広いと思うので、まあ別に人気はないのでこのルアーは僕は安心して使えますね。注目度も低いと思うので安心して使える。流行りだからとかではないからね。もう僕が孫うことなく、おこれよくねって思って動画に出してるということです。はい、素晴らしい。フッキングは普通、まあジョイントジグヘッドの範疇からまあ抜け出てるほどではないなっていう感じですが、それ以外の部分、特に使用感、魚が絡んでこないもうカバーに対してとか、投げてシェイクして動かしてっていう使用感は素晴らしいですね。ちょっと鼻で笑ってた過去の自分が恥ずかしいでございます。はい、ただ状況が良くなかったこんな状況じゃなければ良かったね。